しまったね。それじゃあ私たちも車に乗り込もう。走るミシェルと並走して応援するんだ。そうだね。ココロちゃん行こう。ココロちゃん決めたわ。私もフワキャラ選手権に出るわ。さすがに無理だよ。今からだなんて。あら、どうして？マラソンは始まったばかりよ。その前に、これはフワキャラ選手権だから着ぐるみ着てないと。着ぐるみって何かしら。よくわからないけど、ミッシェルやマリーは出られるんでしょ？だったら私も大丈夫よ。一緒にマラソンして、フワキャラさんたちやミッシェルやマリーともっともっと仲良くなりたいの。昨日の敵は今日の友というわけか。ココロ、君はなんて素晴らしい思考の持ち主なんだ。開かない。カオルさんまで。どうしよう。こんな時にミサキちゃんがいてくれれば。って、ダメだよね。ココロちゃんを止められるのは今は私だけ。あのね、ココロちゃん、選手権には。ココロ、君の考えはとても儚いけれど、今回ばかりは賛成できないな。カオルさん、カオルさんがココロちゃんを止めてる。戦いを通して人は絆を深めていくものだ。私たちはミッシェルと約束したじゃないか。ミッシェルのことを最後まで見守り応援すると。そんな約束してたっけ。そんな約束してたかしら。でもカオルが言うならきっとしたわね。確かにカオルの言う通りだわ。友達とした約束はちゃんと守らなくちゃ。友情とはなんと儚いんだろう。ココロ、私たちの親友ミシェルを精一杯応援しようじゃないか。分かったわ、カオル。選手権には来年出ればいいのよね。楽しみだわ。来年はミシェルやマリー、そしてもっとたくさんのフワキャラたちに出会えるのね。ココロちゃん、本気なの？もちろんよ。カノン、もしよかったらあなたも一緒に出ない？きっと楽しいわよ。さあ二人とも、おしゃべりはここまでだ。そろそろ出発しようじゃないか。見てごらん、ミシェルとマリーはもうあんなところに。私たちも急がなくては。本当だ、急いで追いかけないと。そうね、車に乗りましょう。行こう。私たちの親友ミッシェルの元へ。ココロちゃん、すごく楽しそう。本当にフワキャラたちと仲良くなりたいんだな。でもいくらココロちゃんでもさすがに出場は無理だよね。